まずはじめに、昨日ですね、1万人登録、皆さんありがとうございますっていう風なあの動画をね会場と一緒に撮らさせてもらったんですけれども、ちょっと僕のこの新しく買った10万円のね、この大相撲ボケとかですね、ちょっと僕もあの設定の仕方とか、そういうのをしっかり勉強してなくて、本当申し訳なかったんですけれども、そこでちょっとうまく撮れておらずですね。 本当に申しし訳ございませんでした1万人達成して謝らないといけないのもね何なのかと思うんですけれどもまず皆さん本当に1万人達成にご協力いただきまして本当にありがとうございました、まあ、会長もねちょっと一言今度発言させてもらうんですけれども本当にですねこの YouTube を初めて1万人とかとてもそんな数字を追い求めてやってきたわけじゃなかったんですけれども まあ皆さんがね、見ていただけるおかげ、まあ、球場で温かいお言葉をね、いただけるおかげでですね、あのここまで頑張ってくることができました。まあ、でも、まだまだですね、通過点だと思っております。まあ、もっともっとね、ドラゴンズの素晴らしさとか、まあ、大位の素晴らしさ、そういうものをやっぱ伝えていくために、僕はこの YouTube っていうバイ始めたんですよね。まあ、だから、そこをね、もっともっと皆さんに伝えていって、で最終的に、 そのドラゴンズがまあ優勝するそういう瞬間に僕は立ち会いたいなっていうふうに思って今も応援し続けてます。まあなんか諦めなければ夢は叶うんだよっていうふうなね、えー、ところを皆さんにね見せていきたいなっていうふうに思いますんでこれからもですねどうぞよろしくお願いいたします。いももいやよろしく、まあ、夕方ぐらいにね あの、会長の暗黒遠征というね、動画を上げさせていただきましたけれども、まあそこから、まあ数時間、まあ数時間じゃないな、まあ一日、一日でもないな、うん、ちょっとまあ時間が経ちまして、で、まあドラゴンズとベイスターズの試合が終わりましたと、いうところでですね、まあ今日はちょっとあのー、僕試合全く見れてなかったんで、 まあ帰ってきてから、ちょっとまあ会長にどういう試合やったんやろうとか、聞いてみたりとか、で、まあちょっと注目されてる、敗因であるようなポイントを見させていただきました。まあその中で、まず先に言っておきますけれども、まあ、今回のこの、今日の負けに関して、立、ま、浪、あ、監督の批判であったりとか、まあ、首脳陣の批判であったりとか、まあ、そういうのを見たい方は、まあ、DD 佐藤のチャンネルに。 見ていただければと思いますあ批判を見たいよという方はね、えー、そこを見てもらえればなというふうに思いますので、まあ、2回ねまずあのー、小笠原投手の執刀で。 佐野選手にスリーランホームランを打たれるという、ね、ところから始まりまして、なかなか厳しい、ね、立ち上がりから始まったんですけれども、でまあ、4回にさらに追い打ちをかける山本雄大選手のホームランが出たにもかかわらず、まあ、なんとか今年のドラゴンとは違うぞというところで、なんとなんとですよま,たまた板山選手のホームランでいや行けるぞという、ね、ところまで行ったと。でまあ、最終的に7回に、7回 2点取って、えー、同点に追いつきましたっていうところでまあねはっきり言いますけどもぶっちゃけね、まあ、カリステ選手の、まあ、小道路もまあいい当たりではあったと思うんですけど、まあ、やっぱりここで追いついて追い越せないと、まあ、やっぱりビジターの試合さよなら負けっていうのがあることを考えるとねなかなか厳しい展開になるんじゃないのかなっていうふうなのは予想できたところかなというふうには思います。 で、まあ最終的に11回にフェリス投手の買いまたぎっていうところでサヨナラホームランを打たれてっていう風なね、えー、ところになったんですけれども、まあ注目すべきはこの11回の攻撃が一つなのかなっていう風には思ったんですけれども、まあまず土田選手、フェンス横岐のスーベースを打った。いやいやいや、よく打ったなっていうね、えー、ところでしたけれども、まあその後に、ソウルミス。まあ結局こういうところじゃない使われやんのは。 ま、去年300打席使ってもらって、今年2軍スタートで始まって、船2軍で頑張って、倉敷の試合でね、上がってきて、いい打球打ってましたよ。ただ、そこからやっぱりチャンスを掴み取れない。いつまで待ったらいいんですかと。高橋平選手に関しても、ここで、ま、打たしてもよかったっていう風な意見もあるかもしれないですけど、まずはやっぱり、あの、今ね、スターティングメンバーっていうところに入ってないところ、 チームに求められたことをやろうよっていう、そこからじゃないですか、それができ上がのやったら、やっぱスタメンは、やっぱ無理やし、代打でもやっぱ使いにくくなるよねっていう、まあ、そもそも僕はもう、高橋周平選手とかは、その下位の先頭で出す、まあ、そういう風な選手だと思ってます。まあ、ここでバントもできないっていう風になってくるのであれば、ほんまの使うところっていうのがね、厳しくなってくるんじゃないのかなと思います。 で高橋周平選手がいなくなってから弱くなったなっていう風にね、皆さんおっしゃられてましたけれども、うーん、まあそんなことはなかったんかなっていう風なところは思いますね。まあでも何がともあれやっぱり、まあ、11回のこのね、まあ、エンドランやったりとか、まあ、そういうところの采配に関して、皆さんね、言われてましたけれども、まあそこじゃないやろと、まあそこのね、影響はあるかもしれないですよ。でも その負けた要因がすべてそこで片づくんかって言われたらそこは違うでしょっていう別に立浪監督を擁護するわけじゃないですけどやっぱりその出てる選手がやっぱ最低限のことをやらなノーアウトランナー二塁じゃあどうやったら点取れるんですか二塁ランナーをホームに返すでしょ、まあ、そこで二塁ランナーが帰れなかったっていうのは厳しいんじゃないですか二塁ランナーもねあの場面三塁に進まないといけないっていうところで右足に体重がかかってると思う で際どいね、ストライク、ボール、まあそういうところで、刺されたっていうなら、まだ分からんでもないですけど、完全なボール球やったんでしょ、だってあれ。まあ高橋英選手のね、バットの引きが悪いとか、そういうのあるかもしれないですけど、まあそれでね、片付くのはやっぱ草野球までですよ。やっぱプロとして、まあ立浪監督も言ってましたけど、昨日今日出てきた選手じゃないって、まあそこがね、すべてやと思うんですよね。 じゃあこういう選手をスタメンで使いたくなるかと。そこですよ。僕、辻田選手結構好きなんですよね。まあ、ああいうプレースタイルとか、まあ、ちょっとやんちゃチックなところがあって、スター性もあって、倉敷でスタメンやったときは、ほんまにね、やっぱ、辻田、あるなと思いました。でもなんかそこをやっぱり本人が生かしきれてないなっていう、そういう試合の勝ち負けに直結するミスをしてしまうわけじゃないですか。 それはやっぱ僕らを見ててしんどいですよ。歌ってらもらで、まあ、敗因として、まだね。まあ、小笠原投手、今日から8連戦です。中継ぎこんなに使いたくないよね、と。もちろん負けたくて負けたんじゃないと思いますよ。でも、やっぱりこういう7月、8月って、本当に大事な試合なんですよ。そういうところに向かって投げていく姿勢。で、ここで絶対打たれたらあかんよねっていう。そういう場面で、打たれない投球をする。 それも自らの技術やと思います。まあ、倉敷の試合とかもね、まあ、前日に行って、球場の温度、湿度とか、投げる環境こういう風な感じなんやなっていう風に思って、前日から行ってね、まあ、そういうところはほんまプロとね、ピッチャーとして、姿勢として、素晴らしいものがあると思いますよ。でもやっぱりこの8連戦の先頭、8連戦の大事な試合の開幕投手を任された。ただやっぱりここで4失点っていうのはしんどいですよね。ほんで結局この 8連戦の中でピッチャーこんだけ使ってもた。じゃああとの7戦目、8戦目、まあ、もしかしたら6試合目はそういうところがしんどくなってくるよねっていうところになるじゃないですか。だからこそ今日は完封目指して完投目指して最低7回まで試合作ってほしかったなっていうところは本当に思いました。やっぱりスリーランとか絶対打たれちゃいけないんですよ、こういう場面で。外要求の真ん中失投でしょ。 で4回にまたホームランでしょ横浜スタジアムで狭い球場で何を気をつけなあかんかって一番本人が分かってると思いますけど正直まあ今日の試合ここでもうほぼほぼ決まってたかなというところだと思いますっでまあ皆さんねまあ結構いろいろとまあ采配がどうのこうどうーこうだって言いますけど確かにそれもあると思いますようんあると思いますけどでもまあ冷静に見てねまあそのピッチャーの 先発ピッチャーがここまで打たれてしまった、で11回のミス、でビジター球場、さよなら負けあるよねっていう、まあ、だから結局9回まで同点になってしまってたら、さよなら負けは確保しないといけないんですよ。そういう試合に持っていかれるんやから、何回も見てきたでしょ、こういう展開を。だからそれまでに点を取れなかったドラゴンズが悪いですよ、その11回の攻撃、そこに選手がミスをした。 そのミスをしたけどその後の攻撃の展開を采配を批判ばっかりしててなんか生まれますかって出てるの選手やろってやってるの選手やろ普通にやってりゃ点取れたよこの場面なんか最近のドラゴンズファンの方って、まあ、ネットだけ見てたらそうなのかもしれないですけどなんか勝ったら全然嬉しくなさそうやしなんか立浪監督がとにかくなんか批判されるため批判してほしい。 なんかそういうために、なんか野球を見てる、ドラゴンズの試合を見てる、まあこれはファンじゃないと思うんですけど、まあそういう人がなんかすごい多いなっていうふうに思えて、なんか少し残念な気持ちになりますね。結局みんな、なんか、ドラゴンズが勝つ、優勝する、クライマックスに出る、日本シリーズに出る、日本一になる、まあそういうところがみんなの目標なんかなっていうふうに僕思ってたんですよね、途中までは。なんかでも、 結局、そのなんか、立浪監督を叩くための観戦、まあ、テレビを見る、ネットでツイートするとか、なんかそういうことをやるためのなんか道具、中田翔を叩くための石川貴也とか、ビシエドとか、なんかだから、みんなが同じドラゴンズが買ってほしい、そういうものやと僕は思ってたんですけど、なんかどうやら、 違いますよねそれは本質的本質的というか、まあ、外見そういうのを見てれば、まあ、確かに勝ってほしいなっていうふうに思ってるんかもしれないですけど多分そういう人たちのどこかでなんか立浪が失敗してほしいとか采配が失敗してほしいとかなんか今日横浜やったらそうですけどなんか強打選手に言ってほしいとか強打選手がいいプレーしてなんかドラゴンズが負けてほしいとか。 ほんじゃあまあなんか強打をなんかこういう風にした立みが悪いんやとかねなんかそういう風なことを言いたいためのものになってる気がしてなんかならないですねだってこんな試合の展開って去年まで絶対できやんかったでしょこの10年間見ててほんまにこの暗黒の10年間を見てきた僕からしたらこの試合よく追いついたなっていう風に思いますよ、まあ、確かにねあの優勝を目指したい 日本一目指してほしいっていう風に僕は思ってますよ。でも、今年はね、やっぱほんまにね、あのー、いつまでもいつまでも、そういう風に優勝だとか日本一だとか、まあそういう,う架空の夢みたいなのをいつまでも片手でもしょうがないなと思って、冷静に見ないといけないなっていう風に思ってます。まずは、A クラスに近づけれるための野球をやろうよっていう、そういうシーズンやと思います。今年はね。ただ、運がいいことに、 セリーグは今団子状態ですどこがまだ優勝するか分からん。ヤクルト、ここからもしかしたら逆襲が始まって優勝するかもしれへん。それぐらい今、面白いセ・リーグの状態になってると思います。まあね、セ・リーグの状態が弱い。セ・リーグのチームがずば抜けて強いチームがいてない。まあそういうふうに言われたらそうかもしれないです。でも、僕ら、ドラゴンズファンからしたら、10年間クライマックスに出れてないんです。セリーーグのチームで 一番クライマックスに出れてない年数が長いんですだからセ・リーグのチーム状態がどうのこうのとか団子やからとかそんなことどうでもいいんですよチャンスがあるんやったらそこに行きたいそのために僕は応援してます、まあ、片や福永選手細川選手は整体に行って今日の試合を迎えるそういう準備をしてきたと思いますッラまああんまりこんなこと言いたくないですけど プロ野球選手なんでね、遊べばいいと思う。どんだけでも遊んだらいいと思いますけど、土田選手、素質があるのに、ほんまにもったいないなと思いますよ。スターになれる選手だと思いますよ。ロドリゲスがロドリゲスがって言われるふうに言われてるけど、シは負けてるよ。普通に。村松選手に負けてるよ。レギュラー掴み取るっていうものが、村松、ロドリゲス両選手からは感じるよ。でも土田選手からは、申し訳ないですけどね、 うん、そういうところを必死さっていうのを感じない本人の中ではやってるんやと思いますけど遊ぶのはいいと思いますけどチームに必死にレギュラー掴み取ろうとしてる選手たちがたくさんいると思いますその選手たちを見習うそういう姿勢を見せないと終わっていきますよ明日は松木ら投手の初登板です何で横浜で投げるのかなってちょっと思ったところあったんですけど 投手、まあ、ね、今までの生い立ちっていうのがすごい苦労してる選手っていうのを知って、まあ、おばあちゃんがね、まあ、千葉の施設に入ってんのかな、でおばあちゃんとおじいちゃんに育ててもらったっていう、そういうところをね、見ました。どっちかっていうと、おばあちゃん子でおばあちゃんに育ててもらったっていう、その境遇の中、育ってきたので。 まあなんかすごいなんか、親近感とか言ったらあれかもしれないですけど、なんかすごい苦労してるんやなっていう、そういうのはすごい思いました。まあ、だからこそ、明日横浜でおばあちゃんがいる、近くの地で投げれる、そこでなんとか勝ってほしいな、この悪い流れを変えてほしいなって思います。まあ、こんだけまずキラー投手にね、プレッシャーかけてよくないんですけれども、まあ、やっぱりビジター、 何者応援とか、まあ、そういうの初めて経験すると思うんですけれども、まあ、いろんな思いがあると思いますもうその思いを全部明日にぶつけてください期待してます